足元一緒、ほぼ似てんだよ。だいぶ。キャンドル。めちゃくちゃ合ってるような黄色と白で。私はチュロスを食べれません。以上です。以上、現場からでした。またいろいろ買ってきてしまいました。ちょっとここですね、サクッとですけどこれ品紹介をさせてください。服と本を買ってきたんですけど、まず本、ちらっと読んでるとか出てたと思うんですけど、2冊買ってきました。1冊目は、去年末から、映画見てます。一番、人生で一番好きなアニメのスラムダンクと論語という本を買ってきました。なんか人生のためになるような、ちょっと自分に元気を与えてくれるような内容になってる本を、ちょっと気になったので買ってみました。で、もう一つはですね、愛するということっていう本を買ってみました。ちらっと読んだんですけど、本当にすごい深い内容で、ちょっとまだ24歳の僕には内容が深すぎて追い切れてないとこあるんですけど、これ一冊読み切った時にどんな感情になるのか楽しみです。本はこの2冊を買ってきました。次、またもやコスで買ってしまいました。今年に入ってコスを5点目買ってしまったので、ちょっと正気じゃいられないんですけど、多分僕の YouTube を登録してくれてる人はほとんどあの動画って言ったらわかるかな、見てると思うんで、こいつ同じの買ったなって思われるかもしれないんですけど、同じのを買いました。アイテム名が、デニムオーバーシャツです。ラスト1着でした。なんかネットでも見ても在庫なかったんで、実際にちょっと着てみたいと思います。サイズ XS なんですけどね、オーバーサイズって言ってるぐらいなんで、なんとジャストサイズで着れてしまいました。めちゃくちゃ可愛い。なんか動画見てた時はもうちょいなんかがっしりしてるのかなと思ったんですけど、一応シャツはシャツなんでゆるっとしてます。素材はでもしっかりとしてますね。ディテールとこのポケットのデザインと、何気に個人的にここのサイドのラウンド出てるところがめちゃくちゃ可愛いなと思って、165cm で、XS でこんな感じで着てます。めちゃくちゃ可愛い。で、2つ目です。2つ目なんですけど、ちょっとまた新たにチャレンジングなものを買ってみました。これの商品名が、ツバの広いバケットハットっていうみたいです。バケットハットを買ってみました。なんかもうこの時期になってくるとビーニーとか暑いんで、キャップしかかぶれないなって思って、夏にかぶれる帽子が欲しいなと思って、これは買う予定なかったんですけど、いつもの衝動買いで買ってしまいました。はい、ちょっとかぶってみたいと思います。僕頭ちっちゃいんですけど、これ一応S サイズで56から58センチってなったかな、サイズでかぶれるんですけど、僕は基本的に多分前はこうやってなんかキ
ャンパーの人みたいですけどねこんな感じのスタイリングでこれからの季節過ごしていこうかななんて思ってます。なかなかちょっと濃髪は強いかなと思うんですけど、頑張ってファッションに落とし込んでいこうと思います。以上、この4つを昨日買ってしまいましたということで、続きの Vlog をどうぞ。アパートメント3のポップアップに行きます。新しいアパ3のシャツを予約販売でゲットしたんで、これを着てポップアップに行ってきます。どうやって撮ってるかね。ノープラン。ノープランいつもです。常に。なんか考えてますブログ。いいえ。インタビュー何も。それ恥ずかしくない。ね、考えてないです、ね。基本はもう思い切り。クリパスタもしよく僕の名前知ってますよね。それはもう毎回見させてほしい。でもいや、あれ動画出るのもすごい嬉しい、ね、めちゃくちゃわかります友情出演ヘビーユーザーなもんです、ね、ありがとうございます。あれ出るとお金くれるんですよ。そうなんですか。そうなんですか。全然そんなシステムないです。どういうシステム。誰得ぬくぬくの動画自分でました。ありがとうございます。しかもギリギリに撮ってギリギリに編集してギリギリに出したんで、ちょっとバタバタしてたんですけど嬉しいです。見てください。本当にありがとうございます。人の Vlog 出ることないから。いいですか。ええ、もちろんもちろん。ありがとうございます。本当にこれでもしバズったらしようと思ってそんなパワーないです。多分人によっては5日目ルックの撮影に来ました。スタジオを借りてます。多分東京だと思われる。今日は助っ人としていつも友達に来てもらってます。顔出し NG なんで多分あんまり映んないですよ。
SS の、フォール&ルックブックスでした。違う、間違えて、ルックブックスは俺の企画だよ。間違えちゃった。もう一回いきます。はい、いかがだったでしょうか。アパートメント3の SS のフォール&ルックブックでした。今回の SS はですね、本当に可愛いでしょ。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうでした、友達のガチの YouTube 撮影のシーンは。手伝ってみて。マジ疲れた。ありがとうございました。本当にね、スタジオもでっけえとこ借りちゃって。そうだよね。そう、1年前も手伝ってもらった人ね、明らかに規模が変わって驚いてました。何があったって。そんな様子が上がると思うんで、お楽しみに。バイ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 。人が来た瞬間のさっさの判断。ここまで寄ってもさ、ほら、あ、やば。顔は映ってないのにさ、この履いてないようにほら、これ、これ何の動画履いてるよ。上のシャツがオーバーサイズで、下の短パンが結構短いなんだから。どっち食べたい？どっちでも。すごい、綺麗。盛りますか？盛ります。盛りますか？え？マッシュポテトだと思ったけど絶対違うよね。どう考えてもこれに油はないでしょ。カロリー高すぎない？あ、垂れた。まあ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 。うまっ。この感じすごいデジャブな気がする。てか撮るとき絶対無言になるけどね。笑っちゃうからさ、笑って声入っちゃうからさ。いいんだよ別に声入っても。めっちゃ怖い。これ自然に来たのにさ、ピンク浮いてる。いいや。그렇게 그렇게 아아